送席、放送席、そして場内の皆さん、今日のヒーローはバッテリーにお越しいただきましたディクソン投手、伊藤選手です。まずディクソン投手に伺います。素晴らしい完投勝利でした。今どんなお気持ちですか？Well, it's a great feeling. I mean, we needed that win. I'm just glad to all these people come out to see it. あの勝ちが必要だったので、あの勝てて最高です。ピッチングの内容も見事だったと思いますが、ご自身としてはどこが一番良かったでしょうか？ I was just trying to attack the hitters. I mean, I know these guys are really good hitters. You know, they've won a lot of games so far this year. I was just trying to attack them and get quick outs. はい、やっぱりあの西武打線はいい打線なので、あのとにかく積極的に投げて、あの打たせて取るっていうことを心がけました。今横にいらっしゃる伊藤捕手のリードもあったと思いますが、その後のコンビネーション今日どうだったんですか？ I mean, he called a really good game. I mean, I didn't really have to shake him any, so you know, I liked what he called and it worked out for us today. あの伊藤捕手のリードも素晴らしく、あの自分が首を振ることもなかったので、あのいいリードをしてくれたと思います。ディクソン投手はこの球場に非常に相性が良くて、去年も勝ちましたし、今日も勝ちました。この球場でプレーするのは改めていかがですか？ I love this place. I mean, I love the grass, I love the outdoor, I love the fans here. It's just, it's an awesome place to play and I love it. はい、あのここは素晴らしい球場ですし、あの内野も芝がありますし、またあのファンの皆さんも素晴らしいので、あのここでプレーすることは最高です。今シーズン初勝利ともなりました。これでディクソン投手も乗っていけそうですか？ Yeah, I mean, I hope so. I mean, not only me, but the team. I mean, we've won two games in a row now. Hopefully we can keep that up and then continue to win a lot more games. はい、あの自分も乗っていけると思いますし、あのチームも2連勝なので、このままの勢いで、あの頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。まずディクション投手でした。では場所を買っていただいてもよろしいですか？では続きまして伊藤捕手です。ナイスゲームでした。ありがとうございます。先制点は伊藤選手のバットから生まれました。ツーアウト満塁で打席に入りましたが、どんな気持ちで打席に向かったんですか？あのツーアウトからすごく前のバッターがつないでくれたので、ここでなんとか点が取れれば流れに乗れるかなと思って、気持ちでライト前に落としました。その後はディクソン投手を本当によくリードして、首を振る場面もなかったとディクソン投手もおっしゃってましたが、そのあたりはどうですか？いや、何回か首は振られたんですけど、まあでも、お互い意図して、投げたいボールを、選択して、打ち取れたので、それは良かったと思います。阪神淡路大震災から20年という年に、頑張ろう神戸のユニフォームを着てこの神戸で今日プレーをしました。伊藤選手はどういう思いでプレーなさいましたか？いや、まあ僕らも、先輩方はこのユニフォームを着て、優勝されてますし、僕らも、なかなか今は苦しい状況ですけれども、この日を来て勝つことによって流れに乗っていけると思います。はい、今も大きな拍手が上がっていますが、今日の神戸のファンの皆さんの声援どうでしたか？いや、あの守備でも打席でもすごく届いてました。ありがとうございます。さあ、これでチームは2連勝となりました。明日以降に向けてファンの皆さんにお願いします。まだまだ勝っていきますし、これからもどんな状況でも全力プレーで頑張りますので、熱い声援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローはディクソン投手、伊藤選手でした。放送席どうぞ。それでは皆さん、今日のヒーロー、ディクソン投手と伊藤光選手と一緒に明日の試合につながるよう一つになりましょう。では参ります。行くぜ、ビーズスピリッツ。みんな一緒に輝こう。今日は
まあ、バッテリーのヒーローインタビューということだったんですが、しかしどうでしょうね、今日は本当息もぴったりというねコンビネーションでもありました。そうですね、はい、お互いにね、うん、持ち上げながら本当そうですね、やってますよね、はい。ディクソン投手が、まあ、首を振ることもなくといえば何だか首は振られましたと伊藤捕手は話していましたけどもね、まあ、しかし打つ方でもいいところで1本ね先制 の、 そうですね、ツーアウトの後の先制、はい、大きかったですね。ノーアウト出てね、はい、次2人が、ね、初球ポンポンと打って、はい、ツーアウト1塁でね、あ、終わってしまったかという状況ですからね、つな、はい、いでのチャンスですから。そうですね、まあ、その1本も効きました。そしてディクソン投手も、まあ、ここまでは4度目の登板で過去3度はいいピッチングしながら勝ちがつきませんでした。今日はこの本当投打かみ合って、その中で今シーズン初勝利をマークしました。そうですね、そしてまた完投ですからね、これは大きいんじゃないかなという感じしますね。そうですね、まあ本当完封目前ではあったんですよね、うん、そうですね、はい、まあ本当に いつもならね、リリーフがたくさんいれば7回くらいで終わる時もあるんでしょうけど、はい、困った時に完投できる力があるんですからね、うん、助かりますよね、まあ、ですから一昨日のゲームは東明投手が8回、うん、今日ディクソンが9回投げたというね、はい、これ大きいですね。大きいですね、これは、